さまざまな形で私たちの生活を支え、時に心の安らぎやワクワク、きらめきを与えてくれる海。そんな海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げるのが海と日本プロジェクト。今回ご紹介するのは海の未来を担う熱源キッズ、渡辺陸くん。僕は海が好きです。海で特に好きなところはいろんな魚がいるところです。海と日本プロジェクトでは、豊かで美しい海を未来へつなげる熱い思いを持ち、社会を変えるムーブメントの源となる人材を熱源と呼んでいます。魚が大好きなりくくんもその一人、熱源キッズで、以前自ら魚をさばいて食べるさばける塾に参加してくれました。そしてその時経験した楽しさを友達にも伝えたいと、ある取り組みを始めたんです。さばける塾で習った魚のさばき方を新聞の記事にしています。さばき方を知って、それがどのようなことをして難しいんだなってことを知ってもらって、でもやってみようっていう人が出てきてくれたらいいなとか思って書いてます。小学校の学級新聞の記事を書くりくくん、伝えたいのは魚のさばき方だけにとどまりません。僕が、新聞を書いた理由は、僕は魚を食べるのが好きで、みんなに魚の美味しさや今ゴミが大変で魚が苦労しているっていうことを伝えたくて新聞を書きました。美味しい魚を食べれるために、綺麗な海を残すために、ゴミを拾っていかないといけないということを新聞に書き続けたいです。これからも海や魚が好きな気持ちを持ち続け、将来の熱源として海の魅力や問題点を考えるきっかけを発信し続けてほしいですね。海と日本。